今日はこちらブレーキのフルードを交換していきたいと思います。来年の1月で忍者1000を買ってから3年、つまり初回の車検がやってきます。その前に自分でブレーキフルードの交換をしていきたいと思います。前回このタンクを交換して、こっからここまでの分はフルードが交換されているんですが、まあ基本的に下の部分っていうのが変わっていないので、あのブレーキフルードの交換をしていきたいと思います。で、まあ、ブレーキフルードなんですが、正直あまりこう自分でやるメリットというものはありません。お店でやってもらえるならお店でやってもらった方が絶対にいいと思います。まず命に関わる部分であるというところ、まあそれだけじゃなくて、自分でいいと思ってたら実はうまくいってなかったよ、実はエアカン出たよとかっていうこともありえますん で、特にこの忍者1000なんかだと ABS のセンサー入ってますんで、エアを噛むとエンジンが始動しません。ですので無理にやらない方が個人的にはいいかなと思います。でフルードなんかねこぼしちゃうと外装も傷めますし、まあやらなくて済む、まあやらなくて済むというか、まあお店に頼めるならお店に頼んだ方がいいんではないかなと思います。まあ自分は自分で交換したいなと思って、今から交換をしていきたいと思います。でやる前に準備するべきものがいくつかあります。まずはホース、ブレーキフルードをこぼした時にはすぐ水かけれるようにしておきたいのでホース、それとウエス、これはもう濡らしてありますけど濡れたウエスも必要、タンクの周りにねできれば置いておきたい。あと乾いたウエスももちろん必要ですけれどもね。あとはそうですね、前回のマスターのタンク変えた時に使いましたけど、よいしょ、ワンウェイバルブとホースで、できればこれは透明の方がいいんだけど、ついピンクを使ってしまいましたが、できれば透明なものを準備しましょう。そうしないと古いフルードがね出てきた時に色がわからん、色がわからんってことはどこまでフルード押し出したらいいかようわからんという状態になりますので、今俺はピンクを使っていますが、できれば透明なものを準備してください。でそれではね、早速作業を行っていきたいと思います。早速ねこれを周りに巻いておきましょう。こんな感じですかね。まあとりあえずフルードが万が一こぼれた時のどういう風に動くかっていうのを想像しながら置いてあげてください。タンクを外していきます。よいしょ、はい。まあここら辺はねどうってことないんでいいでしょう。早速今これが外したタンクなんですが、まだフルードがついています。これもきれいに、せっかくなんでねきれいにしておきましょう。でこの中の部品は全部もう水洗いしちゃいましょう。先に水洗いしとけば作業中に乾きますんで、とりあえず全部洗ってしまいましょう。これはもう水洗いで十分ですから。でこれでねあとは乾かしておけば作業をやってる間に乾いちゃいますんで、洗って乾かしておきましょう。じゃあ次はこのタンクの中にある古いフルードを吸い出します。で本来ここは注射器、シリンジですね、なんかを使うといいんですが、残念ながら今日は手元にシリンジがないので
オイラーで吸い出そうかなと。皆さんはシリンジ買ってくださいね。多分そっちの方が楽です。この時もこぼれないようにね、いろんなところにつかないように注意しながらやってください。絶対ね、これ注射器買った方がいいよ。オイラーなんかでやるもんじゃないよ。今タンクの中のフルードはほぼ摘出できました。これが入ってたフルード、意外と綺麗じゃね。なんか正直変える必要なくないっていうぐらい綺麗な気がする。でもまあね、これはタンクの中だけだし、前回タンク交換した時に変えたフルードなんで、まあそれなりに綺麗なのも理解できるんで、まあね、フルードなんかよく2年、1年から2年で交換しなさいってよく言うんで、まあなかなかね、色だけじゃ判断できなかったりするところもあるんで、定期的に交換するっていう癖をねつけてあげてください。そしたらせっかくなのでタンクの中きれいにしちゃいましょう。古いとね、こっちになんかいろいろ汚れがついてたりなんだりするので、まあ全然きれいですけどね。これは今回はよし、きれいになりましたと。今じゃあタンクがきれいになりましたので、新しいフルードを入れていきます。フルードはドット4指定なので、ドット4を入れるようにしてくださいね。絶対ドット3なんか入れちゃダメだよ。じゃあドット4入れていきたいと思います。気をつけてくださいね、これもねこぼす可能性がある。ちょっとこういう時はね無口でやります。よし、いや緊張しますねフルード入れるのよし、それで今フルードをアッパーよりさらに上で入れてあります。理由は今からフルードを交換するからです。フルードを交換するんで、特にキャリパーまで今回フルード通します。でそうした時に当たり前ですけど、タンクからフルードを押し出していくんですが、タンクの中が空になるとエアーを噛んでしまって、全てやり直しというか最悪どうしようもなくなってしまうので注意してください。で今度はあと入れすぎるとこぼれるんで気をつけてください。今日ね作業がね、どうやって撮影しようかなと思って、ブレーキを握る、その時にキャリパーを解放するっていうのを繰り返していくわけですけど、どっちかしか撮影できない。まあできなかないけどまあちょっとねめんどくせえなって思いながらやります。まあちょっと撮影の仕方はねどうしようかなって思いながらやるんですが、まあやることはねそんなに変わんないんで、まあゆっくりやっていきたいなと思います。まあ忍者1000はダブルキャリパーなので、フロントがね左側から、よくねマスターから遠い方から作業をしましょうと言うんで、その方向でもちろん進めていきます。でこの ABS のセンサーちょっと邪魔なんで、まあ正直これ外しちゃってもいいんだけど、まあこのケーブルどかせばまあいいかなと。キャップを外してメガネを入れて、ワンウェイバルブをつけたチューブを差し込むんだけど、この時注意してほしいのが、ここ抜け止めで2段階になってるんで、一番奥まで入れる必要があります。でないと抜けちゃってエアを噛むので気をつけてください。
そしたら抜け止めのロックをつけます。よし、これで抜け止めがつきました。でね、こっからこの距離っていうのがちょっとこだわっててこだわっててというか、いろいろ試した結果この距離にしたんだけど、今確かね60ミリぐらいだったかな。結局ブレーキのレバーの1ストローク分でここが長すぎると、オイルが出た時にワンウェイまでエアが届かない。まあもちろん今はエア噛んでないんでいいんですけど、結局そこの長けりゃいいってもんじゃないし、短けりゃいいってもんでもないし、ちょうどいいこの1ストローク分の長さっていうのを自分なりに見つけ出すと作業が楽になります。じゃあ早速ですけど、左のキャリパーのフルードを交換していきたいと思います。正直ね、左はやりにくい。なんでやりにくいかっていうと、ブレーキレバーとキャリパーまでが遠いから。今ブレーキレバーを握った状態で緩める、締める、これをひたすら繰り返していくわけですね。大変。イメージとしては、まずブレーキを握ったらリリースで戻す。でこの時にブレーキレバーを戻しちゃいけない、握ったままだけど一番奥まで握っちゃうとエア噛んじゃうんで、その手前で止めるっていうのを繰り返す。であと1回やったら 2,3 回ブレーキレバーをグニグニと。これをひたすら繰り返す。もう疲れた。ああめんどくせえ。今何回かやったんですが、このフルードが減ってきてるの分かりますかね。もともとここまで入れてたんですけども、ここまで減りました。なのでこれがここまで行かないように、下まで行ってエア噛んじゃわないように定期的に見て、フルードを継ぎ足していくということを注意してください。あと言い忘れましたけど、このブレーキのレバー、いつも自分の好みに位置変えてると思うんですけど、レバーを一番遠くにやるとちょっとストローク量が増えて気持ち作業が楽になります。でこれをギューってやった時にリリースした場合って、ここまでついちゃうんで、ここまでつけないようにグリップまでつける寸前で、バルブの方を締めるようにしてあげてください。ギューでここまでついちゃダメだ、ギューでここら辺でバルブを締めるようにやってください。フルードを足します。握ってリリース、つく前に締める。そしたらにぎにぎにぎ、今閉まってますからねバルブは。それを繰り返す。これをひたすら繰り返していきます。めんどくせえ、はあ、息切れちゃう。まあとりあえずこれを繰り返していくと。
よし、こんなもんか。はい、これが今抜けてるフルードの色。そしてこちら、これが最初に抜けてたフルードの色。この違いわかりますか？まあ量が違うっていうのは置いといて、透け通ってる感が違うと思います。これでフルードが新しいものに、左のキャリパーは新しいフルードが入りました。いや、今日の動画使い物ならんかも。俺の鼻息しか入ってねえんじゃねえかなっていう動画ですが、まず左側のここまで今フルードが新しくなりましたという確認ができました。じゃあ次の作業に入っていきたいと思います。じゃあ次の作業ですが、まずバルブを閉める。まあ閉まってますね、そこは OK と。そしたら次はチューブを外していきましょう。まずロックを外し、ここ気をつけてください、垂れるからね。チューブを外すと、よし、チューブが外れました。そしたらメガネを外して、次はこれティッシュね。ティッシュでこの中、おっと、のフルードも吸い出します。なんでこんなことするかっていうと、フルードっていうのは固まってしまうので、この中が固まってしまうと、単純に次フルードの交換ができなくなってしまいます。なのでティッシュを丸めて突っ込んで吸い出してあげる。これを何回か繰り返すと、何回か突っ込んでね、中のフルードが出てしまえばそれで OK です。そしたらしっかりキャップを閉めて、でさっき外した ABS センサーを正しい位置に戻すと、これで左側のキャリパーのフルード交換が終わりました。じゃあ次は右側をやっていきたいと思います。そうそう、メガネはめるときに、特にメガネなんで、緩めるときはここにしてくださいね。こういうとこでやっちゃうとストローク量こんだけしかないんで、緩めて締めてになっちゃうんで、ちょっと大変なんで、ここら辺にしといた方がいいと思いますよ。まあここでもいいんですけど、そこら辺自分の好みで、いい位置、やりやすい位置っていうのを考えながらやってくださいね。まあメガネを入れてチューブを刺すと、チューブを奥まで刺す。ここねちょっとね入りにくいんでね、抜け止めが1個ついてるんで、そしたら抜け止めをクリップをはめてと。よし、じゃあまた作業を開始したいと思います。こっちの方がね気は楽だよ、いや作業が楽。右手でねメガネ、左手でブレーキレバー握れますんで、さっきはね逆じゃないですか、右手でブレーキレバー、左手でメガネ、しかも左側って車体を乗り越えてやらなきゃいけないんで、すごい大変なんですよ。だから集中力あるときに左側やって疲れたら右側やるっていうのもありなんですけど、まあ基本的にはマスターから遠い方からやるっていうのが基本なんで、左側からやってください。右側はね後でいいんです。じゃあやっていきます。まあ基本的には同じ作業をひたすら繰り返していくわけですが、飽きた。手動じゃなくてコンプレッサーつないで引いちゃうやつもあるんですけど、そっちの方が楽なような
楽じゃないような、なんとも言えない綺麗なフルードです。分かりづらい、非常に分かりづらい。ほら、綺麗なフルードになりました。これで左右のキャリパーのフルードの交換が完了しました。よいしょ。今フルードの交換が確認できましたので、じゃあここら辺を直していきましょう。まずバルブは閉めると、閉まってます。そしたらクリップを外す。今までこういう風にやっていたので、単純にエアがねバルブに向かって行きたがってしまっていたんで、こうやって上に向けてあげた方が多分効率がいいというか、まあ効率がいいですね。それなんでそういう風にやってあげてください。よいしょ。そしたら次はホースを抜く。よいしょ。はい、抜けましたと。あとは一緒ですね。ここもティッシュでフルードを抜く。今ティッシュでバルブの中のフルードも抜きましたので、キャップをつけて、これでフロントブレーキのフルード交換が終了になります。この左側が古いフルード、まあ新しいのも若干混じってるんでちょっと色が違うかもしれないけど、まあちょっと濃いオレンジじゃないけど茶色っていうか、まあ約3年使用したブレーキフルードで、こちらが新品、色が全然違いますね。ほら。でまあ量もねこの程度で、フロントが全量交換できますので、まあ基本的には1本あれば、まあフロントは間違いなく交換ができると、そんなつもりで作業していただければいいかなと思います。じゃあ最後にダイヤフラムつけていきましょう。こちらね、先ほど洗って乾燥させておいたものです。乾燥していることを確認していただくことと、フルードの量、アッパーより上に行っていないか、ロアーより下に行っていないかっていうのを確認してからダイヤフラムを取り付けていくと。忘れないようにね、しっかり全部取り付けていきましょう。まあ万が一フルードが多かったらまた抜けばいいんで、上はね簡単に抜けますから、キュッとギュッ。そしたらロック、忘れないでね、ロックをかけましょうと。ちなみにスクリーン外してますけど、スクリーン外してるのは撮影の問題です。スクリーンがあると邪魔だったのでただ外しただけなので、まあ実際作業される方はスクリーンを外す必要はありません。撮影される方はスクリーンを外した方が楽です。まあこれでフロント交換が完了しました。それと先ほどレバーの初期位置自分で変えたので、これで元戻して自分のいい位置にして、これで完了となります。無理にやらない方がいいですよ、本当に。やれるなぁと、間違いなくやれて自分の責任で何とでもできるなぁ、道具もあるなぁという方は自分でやればいいし、少しでも不安を感じた方、いや本当にできるかな、失敗したらどうしようって思う方はやめた方がいいです。お店に頼みましょう。その方が安全だし気も楽になりますんで、本当に無理にやらないようにしてください。ちなみにね、こういうのやった後洗車した方がいいです。昨日洗車しちゃったんすよね自分がね
見えてないところにもしかしてかかってる可能性もあるわけです。なので、まあ、もし心に余裕のある方は作業が終わってから洗車するといいかなと思います。いや昨日洗車しちゃったな。昨日ナッシーと一緒に洗車しちゃったよ。まあちょっとそこら辺拭いとくぐらいにしときましょうかね。じゃあ皆さんもね、無理に作業しないようにしてみてください。ちなみに今からリアをやります。今ブレーキのフルード交換が終わりました。で、まあポイントとしては不安が残るなら自分でやらない。カウルなんかにフルードがつくと塗装を傷めてしまうのですぐ洗う。なんていうね、そういった知識、あと道具なんかも必要です。本当にね、もうこれ不安が少しでもあるんだったらやらない方がいいです。お店にお金払ってやってもらった方が安心だし安全。なんかあってっからじゃ遅いんでね。それなんで無理にやる必要はないです。お店に素直に交換してくださいって言った方が多分ね楽だと思いますんで、本当に無理にやらないように。あと今回フルードの交換を行っています。で、特に自分なんかだとフロントのタンクも交換してしまっているので、ブレーキのパッドの量ってのがもう分かんなくなってます。本来、まあ、新車で特に買った方なんか走り回っててタンクの量が減ったら、あ、パッドが減ってきたんだなっていうのが分かります。だけど自分はもうタンクも変えてしまったし、その時もちろんフルード入れ替えてますんで、それもやってますしね、今回またフルードを入れ替えてますんで、もうタンクでパッドの量を見るっていうことが不可能になってます。なのでこういうことやった後っていうのは、距離とパッドの量っていうのを確認するっていう癖をつけておいた方がいいです。でないとパッドがなくなってもフルードまでいっぱいあるから大丈夫だと思って走り回ってるとディスクを痛めてしまったり、本当にブレーキ効かないとかっていうこともありえますんで、ただ単にねフルードは交換するもんだから交換した方がいいよとかそう思ってるんじゃなくて、違うところもしっかり見るようにした方がいいっていうか、そうしなくてはいけないです。なのでフルード交換するだけじゃなくて、今度はブレーキ周り、特にパッドなんかもね気にするようにしてあげてください。でないと本当にパッドなくなっててフルード残ってて、あ、まだいけるいけるって走ってたらブレーキがいきなり効かなくなったりとか、音がキーキーになったりとか、でディスクそれで痛めちゃったりとか、もちろんそういうことだってありえるので、無理にね自分で何かやったりとか、あんまりこうね知識がないっていう状態で何でもかんでもやってみるっていうのは避けた方がいいかなと思いますんで、まあ不安だったらお店に出すっていうことを心がけてください。